いやー、朝からそれはきついですね。おはようございます。おはようございます。これから試合なんですけどね。はい、1回戦。そうですね、楽しみですね。すると思ったし、うん、嘘でも言ってますし。でもおならって健康にいいらしいよ。はえ、マジでマジで長生きするらしいよ。匂ったの。うん、マジでやるわじゃん。マジでやるわじゃん。行きます。行くぞ。はい、行きましょう。じゃあまずプレスコンフェレンスが試合前。え？試合前意気込み？意気込み？ああいいよ。意気込み。ね、ちょっとフードかぶりながらちょっとあれちょっと。はい。記者会見お待たせしました。ああ、お願いします。お願いします。まあ今日はその1回戦の試合ということなんですけど、まあまず意気込みから聞いてもいいですか？今日の意気込みはでもなんて言うんだろうな。もちろんその対戦相手によってやることっていうのはもちろん変えないといけないじゃないですか、うん、人によってプレイスタイルが違うじゃないですか、はい、けど別にどんな相手でも心臓を置くだけなんで別に。なるほど。で常に勝ちに行くんで、うんうんうん、まあ自分のベストを出すだけですよね。そうだね。まずはまあこの1回戦は正直勝って当たり前だと思ってるから。なるほど。どういう相手なんですか？いやもちろんジョップに出てる選手はみんな強いから、みんなが強いんだけど俺の方が実力は上だと思ってるから、うんうんうん、なるほど。しっかりまあそこはね結果で勝って証明したいですよ。なるほど。今回の試合のキーポイントは何になると思いますか？キーポイントは、まあ、僕のフォアじゃないですか。フォアとサーブ。フォアとサーブが大事になってくると、うん、とあとやっぱり早く攻めすぎても早く帰ってくるじゃないですか。はい。やっぱテンポが上げれば上げるほど自分も苦しくなってくるんで、うん、まあ、しっかりエッグボール使ったりとか、うん、まあ、スライス混ぜたりとかして、まあ、俺のフォアハンド展開できるように持っていきたいですよ。なるほど。メンタル的な部分では、まあ、そのもちろん勝たないといけない相手だとしてもチャレンジする気持ちを常に忘れちゃいけないっていうか、はいはいはい、やっぱり勝負事って 何が起きるか分かんないじゃないですか。そうですね。だから勝って当たり前だから言ってやるんじゃなくて、いやもうここは勝たないといけないと、そこに対して自分にはプレッシャーかけるけどしっかり集中するっていうね。なるほど。もちろん相手も強いから、はい、って感じかな。なるほど。今から練習しに行くんですけど、試合別に勝っても満足することってないんでですね。うんうん。そう。なんでかって言ったら、もっともっとやっぱ上手くならないといけない。なるほど。そう。自分がいくらその、ね、調子が良くて勝ったとしても穴ってたくさんあるわけよ。まだ。はいはいはい、俺なんてもうチンポコだから本当に。なるほど。そうだから、まあ、その穴をどこかっていうのを研究、まあ自分自身でミーティングしてまた練習するっていう。で明日その光るじゃん俺試合。光る、はい。そう。であいつ大学チャンピオンだからやっぱむっちゃ強いから、うん、チャレンジャーだからね俺からしたら、はい、やっぱ俺はだからその何できるかって最高の準備するだけだから、はい、最高の準備して、まあ、あいつに挑むだけだから、であいつはやっぱプロの試合とかでも全然優勝してるから、うんうん、もう結構レベル的にもう本当今日本で一番勢いのある選手だから相当楽しみ。プライベートとかでも普通に交流あって光る、うん、仲いいから、だからそういう面でも俺はすごいあいつリスペクトしてるからめっちゃ、うんうん、すごい楽しみだね本当に。楽しみですね、うん。今日の試合実際良かったしね。良かったっすね、うん、けどまだまだ俺本当に、うん、まだマジ穴あるから俺。なるほど。こんにちは。こんにちは。今日もカリスマと練習なんで前の動画でも出たと思うんですけどコート埋まっちゃいました。嘘でしょ。マジっす。どこ。入った。
最高の調整ができました。いいっすね。はい、でポイントも結構やってよかったです。ポイント取っときゃよかった。取るの忘れてた。ポイント取ってたよ。ポイント取った。何のポイント？あ、今の。そう。あ、今のっつった。高一のスーパースターなんです。高一だよ。うん。相当すごいね。マジ強い。テニスにカリスマ性もあるしさ、雰囲気もカリスマ性あるじゃん。うん。で、昔ずっとガラケーだったんでしょ。はい。けどとうとう iPhone 買ったらしいから。おお。インスタグラム始めるように言っといたんで俺。はい。カリスマが始めるんでね。いや今のうち絶対始めた方がいいだって。で今のうちフォロワー増やしといて、世界で活躍するってなった時にさ、もうたくさんファンいた方がいいじゃん。多分俺がこれ上げてる時にはまだ多分始めてないでしょ。始めてない。多分まだ始めてないでしょ。始めたら俺のインスタで宣伝するんで。ありがとうございました。あっさ。今朝日との練習、まあ、調整みたいなの終わって、まあ、明日光との試合なんですけど、今日の試合について振り返りましょうか。そうですね。まあ、今日の試合は結構最近今ねすごいいいチームでできてるんですよね。なんか松尾さんに教えてもらうこともあるし、馬場さんに教えてもらうこともあるし、やっぱさ2人いるといろんな視点で見れるんだよ。でもちろんそれが全部当てはまるわけじゃないから、うん、当てはまんなかったらもちろんそれは切り落としして、はい、でまあいろいろ本当こう意見聞いてみたいなやっていって、うん、俺すごいテニス調子良かったんだよね、うん、良くなったんだよね、うん、本当に、うん、だから結構この1回戦自信あって、普通にやる前からあ今日いけるなっていう、はい、でけど実際その自信あっても試合入ったらさ分かんないじゃん、実際そういうプレーができるか、まあ、だからどうなるか分かんないからそことりあえず集中したけど、もう1ゲーム目から良かったもんね、普通にフォアハンドが。でサーブもフォーム結構変えていろいろ試行錯誤して良くなって、ただもっとサーブよくできる、うん、なんか俺のサーブはマジ伸びしろある。なんか本当に良くなったらもうサーブが本当に武器になると思う。相手からしたらすごい怖いサーブになれるから、うん、今そこを目指してるんですけど、まだまだやっぱサーブ全然まだまだだから、サーブが課題だし、まあ、ストロークももっともっとね課題点があるし感じかな今日は。なるほど。もっとフォア良くしてんよ本当に俺。フォアハンドがね、いやいいんだけど俺のフォアハンドむっちゃなんか結構爆発力あっていいんですけど、穴がマジであるんだよまだたくさん。マジテニスコート俺家にあったら一日中テニスしたい本当に。うん、してそうだね。いやマジ夢だよ俺の、うん、いやマジそれで家帰るじゃん、もうシェフ雇ってシェフが飯も作ってくれていて、うん、飯バクバク食って30分くらい仮眠してまたテニスコートいいね。でまた練習で帰りは俺ん家に大浴場作って、大浴場入ってサウナ入って寝る。最高じゃね。一番いいでしょ。最高の一日じゃね、うん、寒いっすね。これ新しいネックウォーマーの付け方なんで、なんかヨーロッパにいそうっすね。これめっちゃ暖かいよ。暖かい、うん、あいいね。これからガッと張ります。え、一日何本ぐらい切れるんですか普段。一本は絶対切れる間違いなく一日で。うん、まあハードヒッターだからっていうのあるんですか。まあそうだね。なるほど。まあ2本かな一日。うんうんうん。だから正直めんどくさい、ガット張るのマジでめんどくせえ。マスクなんかまだ分かんないですけど、もしかするとなんかガット張りの人がサポートについてくれるかもしれないんで。そうなんですね。そうです。今から貼っていきます。貼るところも見したいんですけど動画で。なんかそこは相模原スポーツガーデンの事務所なんで、動画撮影 NG なんでちょっと使えないんで、そこ今から行ってきます。今ガット降りました。ちょやばいっね、俺今ガット張りながらひらめきました。マジでガットやりながらひらめいたんですね。いや割とマジでひらめいた、はあ、テニスで俺いつも本当ガット張りながらとか車運転しながらいつもテニスのこと考えるから、うん、本当に素振りします。あ、はい、ちょマジで行こう。 OK です。やばくね。え、ちょっとこれマジでケンジこれやばいぞ本当に。もう見た感じ全盛期並みなんじゃないか。え、全盛期来たぞこれマジで。あ、やばい来たマジでえ、ちょっと待ってマジでマジでマジで。おちょっと待ってこれやばいですマジで。待ってこれそれしか読まないじゃんもういやでも、いやでもこれ明日とりあえず試合だから、うん、なんか試合で新しいことやったらバカだから、ただ試せないけど、試合終わったらこれちょっと試すわマジで。あ、はい、やばいぞこれマジで。おいウルトラマンスイッチやろ。ウルトラマンスイッチ、ウルトラマンスウォッチやろ。スウォッチ俺ほんと悩んでんの今、うん、だテイクバックあんじゃん、はい、こうなってんじゃん、はい、それとさ構えた時いいわけよこうやって、うん、そしたらもうバンじゃん、うん、けど速いボールが来た時にこうしてると自然とこうなるわけ。あっ、うんうん、だってそうじゃんボール速いからさボンってなるじゃん。はいはいはい。だからでルブレフとかアンドレ・ルブレフとかバンってくんじゃん、もうセットしてるわけここに。
セットしてある状態でボーンだ。うんうん。そうだ、そこをずっと馬場さんと練習したんですよ俺。のあの馬場さんと公演とかで。はい。でその練習してる動画をちょっとあの今から多分載せます。全部入る。全部入る。悪い悪い。でこれをやってたんですけど、試合が近いからこのフォームにしてないの。うんうん。ちょっとね、いや今本当にねそこだけ、いやこれを本当に ここのボールを解消できればマジで俺のフォアハンドやばくなる。うんうんうん。これ本当にだって俺ここで打つのはさ一級品じゃん本当。うんうん。マジうまいじゃんこれ、うん、ここからさわって打つのマジうまいじゃん。うん。あとはさボンってきたのさボーンって。そうだね。そこさ言うとそこをずっと迷走してるんです俺。はいはいはい。ただ迷走してる時は強いってことだぞマジで。そうだね、成長してる証拠だから。もちろんその全部が全部当てはまるわけじゃないじゃん。で俺が今言ってることだって間違ってるかもしれないじゃん、そんな、うん、分かんないじゃん、うん、けどその間違ってるって知れること自体が成長につながるわけだから。なるほど。そうっすね。だから別に失敗も成長の過程なんだよ。何しに来たんですかここ。自炊です。食材ですか。食材です。うん。で今日マジ何作る。いつもあれなんですよ。あ今日クリームシチュー作ればいいんじゃない。シチュー。あお前そんな時間ねえだろ。あ、そう。でもシャキそばでいいんじゃない。これアボカド野菜、これ朝アボカド野菜、どうやって作るのそれ。サラダみたいな。そう、普通にこれ入れてアボカド入れるだけで。おお。超簡単で、ドレッシングかけるだけで。なるほど。僕これ大好きなんですよ。魚タラ。タラ、いや俺マジタラ超好きなんよ。いやマジでマジで。そうなの。俺白身魚マジ好きだから。日本のスーパー楽しいよね。めっちゃあんじゃん。洗濯っすね。これバチいい匂いなんで。いやこれやばい。うん、いい匂いだね。これやばい。マジで。これ皆さんおすすめです。そうですね。で今から飯作りで。いただきます。いやマジうめえ。うまい。もうジョコビッチこいつ。やばい。まあこれからもう寝てとりあえず、はい、で明日の試合に備えたいと思います。なるほど、はい、いや皆さんぜひ応援お願いします。マジで明日頑張ってください。マジ頑張ります。はい、焼きそばも皆さん食べに来てください。いつか行きましょう。はい、いやマジうまくね。うまくねって食ってないかも。食べてない。いただきます。おいしい。ババさんがもしここにいたら俺たち一日もうずっとミーティングしてるから、うんうん、これは割とマジで、はいはいはい、でたまに外行くから俺たち、うんうん、本当に外行っていきなりトレーニングし始めるから、おそれそういうところちょっと見せていきたいね今後。そうですね。じゃあね。確かに。じゃあまた明日。おやすみなさいです。